不思議な体験その41、古本屋。これはなんつうかタイミングのような気もするんですけどね。おいら上京してきた時、最初少しの間だけ川崎におりまして、その後八王子に住むことになります。その後は新宿、笹塚、江古田、足立、そして今の中野坂上と、まあ転々とするのですが、今回の話は八王子の時代。おいら八王子に住んでいたのですが、八王子と申しましても思いっきり山の上、慶応大学なんだったかな、とにかくそんな感じの名前の学校がある山のてっぺん付近に住んでおりました。何せそばを通る街道の名前が野猿街道ですからの。野猿街道と読むのですが、野猿って読みたくなる田舎っぷり。ラブホテルの名前がホテル野猿ですからの。そんなワイルドなネーミングのホテルに入れるかっちゅうの。まあそれは置いといて、地方に行くとよくありますよね、蔵書20万冊みたいな看板を上げた古本屋。あ、今はチェーン店系にほとんど乗っ取られているんですかね、古本屋業界は。まあとにかく当時適当なプレハブ小屋、ただしとにかくクソでかいその本屋に、そりゃもうアホかっちゅうぐらいの本をずらりと並べた古本屋があったんですね。その当時おいら一時なんですが引きこもっていた時期がありまして、暖かい春の日、真っ昼間からスクーター飛ばしておいらは古本屋に一日いたもんです。その日も朝10時から古本屋に行こう。おいらがひいきにしていた店もかなりでかくて、しかも2階建てになっているので、ちょっとしたラビリンス状態なんですわ。いつものオイラのローテーションは、まず1時間ほど漫画で肩慣らしをし、その後科学系のコーナーに来ます。宇宙の話やら最先端技術みたいな話が結構好きなので、そこで2時間潰します。この辺りで小腹が空くので、一旦店を出まして、本屋の向かいにある小さなうどん屋に入って腹ごしらえ。まずいけど250円である酢うどん、かけうどんを食い、また本屋。午後は小説コーナーを流し、その後夕方ぐらいからは女性誌など普段お金出して買わない本をば。そんな日々で、その日も同じローテーションで考えていたと。で、朝の漫画タイムがそろそろ終わりそうなので、科学コーナーに行こうかと店内をうろついた時、ふと気づいたんですね。客が誰もいねえ。いや、まあ思いっきり平日の午前中ですから、そんな時間から人がいるわけないんですが、それにしてもいない。こういう時に人がいないと、さすがに世の中から置いてけぼりを食らったようで、ちょっと寂しくなってきたので、何でもいいから客がいるそばで立ち読みをしようと思い、店内をうろうろ、がいない。入ってきた時は学生さんやらおばちゃんやらがいたはずなのに、みんな口裏でも合わせたように、今は誰もいないんですよ。なんだか異様な光景なんですよね。店内はアニメか何かの能天気な音楽がかかり、窓からは外の暖かい日が差し込んでいる。何ら変わりのない普段の光景なのに、人の気配ゼロ。オイラは1階をうろうろし、そこに誰もいないことを確認すると、今度は2階に上がっていきました。がやはりいない。なんだよ、こんな時間にこんなことしてるのオイラだけかよ、なんて焦りながらうろうろしていた時、明らかにおかしいことに気づいたんですよ。店員もいないんですわ。いやいやいや、んなアホな。レジというか単なる
一家族が経営しているらしく、奥の普通の部屋に小窓が取り付けられ、そこにレジが置いてあって、窓越しに会計する形なんですが、そこにさえ人がいない。避難訓練か何かだ。とっさにオイラはそう考え、きっとオイラはその告知を聞き逃したんだ。恥ずかしいなんて感じで頭かきつつ外に出たんですね。驚愕の光景。細いくせにいつもものすごい交通量がある目の前の道に一台たりと車が走っていないんですよ。それはまっすぐに伸びるその道のずっと向こうまで一台も。本屋の広い駐車場からおおよそ見える360度の光景、ずっと向こうまで動くものが何一つないんですよね。うわ、何これ、何これ。ちょっとパニクったオイラは道向こうのうどん屋へ、がうどん屋の中にも客どころか店員までいない。この辺りでちょっと怖くなってきました。オイラだけ何か知らない状態になって放置されちゃった。オイラはスクーターに飛び乗るととにかく人がいそうな駅前まで行こうと思ったんですね。で、またがってエンジンをかけた瞬間、背後の道を車が走り抜ける音が、途端にその車の後から次々と車が通り、あらららら、なんだろう、やはり何か一時封鎖でもされてたのかな、なんて思いながら、とにかくまあいいや、なんて、スクーターのエンジンを切って本屋の中に入ると、いつの間にか客がたくさん湧いていました。別に、やばい薬やってたわけでもないのになぁ。